はい、おはようございます。今日は昨日の続き、鉢上げの続きをやってみたいと思います。残ってるのがステビアと千日紅とちょっとエノコログサの赤いってか紫のやつで、これ何だったっけ、ケイトウとディルですね。もうケイトウとディルはダメなんで、もうお別れです。で、千日紅とエノコログサももう終わりやから取るしかないですわな。うん、だいぶこの2つはすごい楽しませてもらいましたけれども、残念ですけども、もうシーズンオフなんでちょっとしまいます。ディルじゃねえや、ステビアだけはまあちょっとなんとか頑張ってレスキューしてみましょうかね。はい、でも根っこ丈夫だ。根っこいいや。うるせえな。日当たりとかそういうの関係あるんだ。よいしょ。ステビアレスキュー完了です。ディル全然ダメっす。やっぱこの細い根っこやかんわ、やっぱ弱いやつ。で、かわいそうやけども、鉢の時のまんまや。でも鉢のまんまでこんなに育つっていうことかよ。よし、ありがとうございます。よし、千日紅は、でもこれもそんなもんか。なんなのかな。よいしょ。よし、よし、これは来年も買うぞ。そこは、
でしょ、ストロステンチコ、ストロペリーなんちゃら、いちごみたいな感じ。めちゃめちゃ可愛い。よいしょ。うん、これやっぱ根っこだ。やっぱあれやな。土変えなあかんのやろな、多分。土壌改良しましょうか。よいしょ。よいしょ。よし。チリーフリーが全部食べない。うん、はい、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。はい、これで作業終わりです。はい、鉢上げした、植物の仕上がりです。うん。結構いい感じで、かなりちょっと元気そうで安心しました。桔梗だけはもう完全にシーズンオフでこれから枯れていくので、まあこんな感じですけれども、多分一応なんか思った以上にいい感じにいけてます。トルコキキョウが、まあ、なんかだいぶ元気っぽいので安心しました。はい。これで冬を越してみたいと思います。以上、終わりです。うん、こんな感じね。終わりです。